行きましょう、三田さんの会に。これをつけて、つかさにつけて、後ろに、その人がやってくれる。後ろに煙突を立てるんですか。こちらに煙突立てるんですか。いいな。よかった。いい感じです。この辺なんか塗ってあるのかわかんない。どの辺？塗ってある。それ塗ってあるよ。塗ってある。やってる。協力だしね、いっぱい仲間たちがいて。ね、めっちゃおるやん。あ、でも銃やった。ギャップがあるわ、カメラは。抜かれたの、抜かれた。あと、これで上下げて、ほら。いいですね、撮ればいいんだ。これを下に引いて、その上にござをかけて粘土を塗るみたいな。最後にこう焼き締めて、多分釜が完成するんじゃないかな。なるほど。お疲れ、おはよう。おはよう。よいしょ、よいしょ。よいしょ。よし、今日それを下に。そう。ちょっと見てってこっちからさ、
はい、誕生日おめでとうございます、中井聖太くん。ああ、ありがとうございます。誕生日おめでとうございます。はい、今年の抱負は、今年2020誕生日を30歳の抱負、そうですね、あ、30歳の抱負でうざいな、いきなり。今ちょうどね、かまどが完成しました。お疲れ様です。お疲れ様でした。どんな1年にしたいですか？今年1年、20代が長すぎて疲れました。で、震災がね、あった時ちょうど20歳でした。はい、そこはね、10年。どうですか、その10年振り返ってみて。山あり登り続けてるね。まあ、楽しく忙しく需要免許と、うん、あと何欲しいか、みんな取りたい需要免許、需要免許と限定ガイドと大型と、大型も、あとツリークライミングの、わあ、ツリークライミング今登ってたもんな。そこ30歳の1年は研究もだし、ももあるし、まあでもちょっと研究の方をしっかり強くやっていかないとと。たくさんじゃないですか。英検3級。英検3級も取ります。英検3級。英検3級はってある。技術士補。何何取んない。技術士、技術士取んない。技術士か。仕事できない。泥臭く、泥臭い電池を作りたいですね。いいね。よっしゃ、じゃあ今年も一年頑張りましょう。おめでとう。ありがとう。おめでとうございました。ありがとうございます。